さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もカメラマンが休みなんで FPS 視点でお届けします。よろしくお願いします。皆さんお願いします。大宮店でカスタマイズした車両をご紹介させていただきます。車がなんと、G63 です。これブログにも以前に登場してるんですけど、まあ、フロントブラウアスリップ、まあ、リアもブラウアスディフューザーで、まあ、ホイールもブラバスモノブロック Y ですね。23インチ装着させていただいて、実は前回アクラポのマフラーをお取り付けさせていただいた車なんですけど、やっぱりマフラーもブラバスにしようということでアクラポからブラバスへ交換させていただいたお車になります。しかもその前もあるんですよ、ね、その前はあの本国仕様の、はい、一番最初につけさせていただいて、はい、なので、まあ、この1年で、まあ、1年もっと短いんですけど3本目のマフラーになりました何ヶ月ぶり何本目みたいな、なんか甲子園の出場回数みたいな、まあ、そういう感じですね、はい、なんと3本目のマフラー導入ということで、さすがに次はマフラーじゃないところかな、次は。なるほど、きっと、うん、ちょっとじゃあ順番に紹介していただいてもいいですか。はい、車これマットブラックは最初からですか。マットブラックは純正のボディカラーになります。なるほど、はい、でまずですね、まあフロントですね、はい、ブラバスのフロントリップ、これあえて、まあ、結構真ん中を色を開けて装着することが結構多いんですけど、ここですよね。そうですね、今回サテンシルバーとかよくします。そうです、このお客様はですね、まあ、同色、全部同色でお取り付けさせていただきました。なるほど、はい、で今回はちょっといつもパーツの値段とかっていうのは言ってないんですけど、うん、ちょっともうブラバスの場合は値段ボンって出てますんで、ちょっと価格も含めてご紹介ということで言っていきましょうか。はい、リップが今回なんと42万5000円これ42万円です。もちろん工賃塗装別で。そうです、パーツ単体で42万円ということで、はい、そういうことになります、はい、であとはまあこの車ブラックアウトを、まあスモークで塗ったりフィルムに、あ、ごめんなさい、レンズにフィルム貼ったりとか。あ、これフィルムなんですね。そうですね、じゃあ傷も防止しつつ、ね、もちろんもちろんそうです。で、まあ、グリルのフィンを塗ったりとか、あとはまあエンブレム類、エンブレム類はこれ同色で、ボディ同色で、はいはい、やらせてもらってますね。消してる感じですね。じゃあそういうことです。でまあ次側面になります、まあ、ホイールがブラバスのモノブロック Y 23インチ。はい、なんか23でももう普通に履けちゃってますよね。そうですね、でこれ実はうちのオリジナルスプリングでローダウンした車なんですけど、全然こう違和感なく、なんかものすごくスマートに履いてますね。そうですね、23インチが。でこれ単造なんですよね。そうです、そうです、はい、そうです、単造ワンピースのホイール。46万4000円だったかなちなみにそれ1本なんですよね。1本です。1本ホイール単体の値段なんで、そうです、かける4本プラスタイヤもかけると、コーチ入れると、まあ、200万円の大台を超えてくるっていう、ね、まあ、ちょっともごもごしちゃう金額になります今の方が良かったですね今。でも、まあ、車は買える級の、売れてますんで。なるほど、はい、そんな足元に、はい、まあ、タイヤは今回横浜アドバンスポーツ305/3523です、はいはい、組み合わせて履かせていただいてます。そしてまあそれが今回ご依頼いただきましたブラバスのエキゾーストでございます。で色が今回ブラッククロームの仕様でオーダーいただいて取り付けさせていただいてます。ちょっと光の加減によってはこうクロームに見えたり、あ、そうです、真っ黒黒に見えたり。これブラッククロームちょっと今回僕も初めて見ましたけど、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいですよねこれ、うん、しっかりこのブラバスの刻印も入ってて。そうですね、でこの マフラーにした経緯っていうのが、アクラポだとちょっと車検が、そうですね、車検非対応っていうこともありまして、あとはちょっとまあご家族からち
ちょっとうるさいんじゃないかっていうこともまあ音量もそれぞれメーカーによって違いますしね、まあ、音質の違いもまあありますけど、ちょっとまあクラポの方がガラガラ言うのかな、ちょっとレーシーなサウンドですよね、うん、そうですね。でまあせめて車検対応にしようということで、まあ、今回ブラバスを選んでいただきました。なるほど。でブラバスバルブのコントロールは車内の純正のスイッチでできますので、非常にその操作も楽です。そして取り付けも非常に楽です。もうパドオンなんですよねそうです、さすがチューナーっていう感じであんまり加工がないっていう。そうですね。なるほど、はい。でまあ、車検のところをちょっと掘り下げて言うと、今その音量の基準と、あとそのちゃんと作ってるどうかの基準があるんですよね。そうですね。だから音量をクリアしてるのはもちろんなんですけど、うん、E マークって言ってその車検に必要なマークがないと。そうです。車検のまあ承認マーク、マフラーのまあ承認マークっていうのがないと車検が通らないので、まあ、それの有無で、まあ、ブラバスはちゃんとE マークがついてますんで、車検もこのまま通すことができます。なるほど、はい。E マークかもしくは純正マークか、そうです、国産だったら JQR でしたっけ、そうです、マークのいずれかがないと、まあ、車検がちょっと、はい、そうですね、大変になっちゃうんで、今回は、まあ、音質変更とちょっと車検楽ちんにするためにブラバスにしたと、はい、そうですね、はい。だからまあ、アフター的にもまあまあ、いろんな面で楽っていう感じですね。まあ、楽じゃないのはコスト面ですね、はい。ちなみに今回こちらお値段いくらでしょうか。125万円ありがとうございます。シャキーンって入れておきますね、はい、この辺にね、はい、入れておきましょう、はい。でこれ4本出しなんで、はい、ぐるっと回って反対側ももちろん出してると。かっこいいな。いけてますね。かっこいいですね。でこれサイドステップ黒いのとかは、これはこれもラッピングです。なるほど、はい。でブラックのマットラッピングした後に、はい、これ一番外側だけステルスのフィルム、ああ二重になってるんですね。そうです。プロテクションというか、ここはやっぱり一番こう靴が当たったりとか。なるほど。まあ、例えばその奥様のヒールとか女性の方がこうそこが硬い靴履くことが多いんで、ここかなりやっぱり傷つくんですよ。でまあその傷を防止するために、はい、その辺もやったら施工させていただいてますね。でエンブレム類も当然ブラックアウトされてたりとか。そうです。あとまあ細かいこと言うとこの、ああ鍵穴。そうですね、はい。唯一残っちゃうシルバーっていう。確かに。だって後ろの方を来ますと、まあ言ったようにエンブレムが同色になっていて、あとはあの背面のスペアタイヤカバーですね、のまあこの外周部分だけ、この辺も黒くなって。そうです、そうです。本当はのそのシルバーのメッキなので。なるほど。そして後ろも何やらかっこいいエアロがついてますけど。そうですね、これもあのブラバスのカーボンリアディフューザー取り付けさせていただいてます。結構レーシーですね。そうですね、まあ、純正がまあ素材でこうのぺっとした感じなんで、やっぱフロントがちょっと大きくなった印象に合わせて、後ろもまあ大きすぎなくて、でカーボンでまあ交換した感とか、まあ、カスタム感もすごい出るんで、これもすごいおすすめの商品の一つだと思います。なるほど、はい。これブラバスのマークとか入ってないんですね、リアなんで。後ろないんですよね。ないですよね、うん、本当にシンプルで。そうね、はい、スタイリングをちょっと、はい、イケてる感じにする。まあ、唯一この前後のこの縦のシルバーのトリムだけは、はい、まあ、ちょっとこうアクセントとしてあえて残してる感じになります。確かにちょっとこの G クラスのアイデンティティというか、ちょっとそうですね、はい、SUV っぽさを演出する部分でもあるんで、あえてそこは残した。これ前方はもうめちゃくちゃこうピカピカのクロームだったんで、これはあ、なるほど、なんていうんですかね、サテンですよ。サテン、そうそうそう、ちょっと曇った感じのシルバーになったんで、こうなんかギラギラしなくてすごいスポーティーだしちょうどいいのかなと思って。なるほど、うん、まあまあ、あえて真っ黒にしちゃうっていうのもあるけど、ちょっといかつすぎちゃうのかな。なるほど。
絶妙なさじ加減で仕上げてあるんですね。まあホイールもちょっとシルバー目なんで、はい、ちょうどよく。そして今回の車、中がかっこいいんですよね。中ちょっと紹介してもらってもいいでしょうか。そうそう、なんとベージュのインテリアっていう。そうですね、これかっこいいよな。これかっこいいっすよね。ちょっとモカっぽいブラウンの、はい、そうなんですよね。ダッシュボードがなんとこの焦げ茶。そうですね、この組み合わせなんかすごい。このセンスすごいっすね。かっこいいな、おしゃれで。よし、これで頼もうってなかなかないですよね。多分中古とか見れば分かるんですけど、まずないですよね、この組み合わせ。そう、結構ね、ボディ色が白だと、はい、やっぱ白っていうのが結構多いけど、まあ割と少ない組み合わせじゃないかなと。なるほど、かっこいい。やっぱ外黒だとやっぱ中も黒にしがちっていうか、はい、これ実は自走で、お客様のところかな。あ、そうなんですか。入庫、出庫、輸送させていただいてます。この右ハンドル、こんなに運転しやすいかとゲレンデこんなに運転しやすいんだと思って、ちょっと個人的感想ですけど、欲しい、めちゃくちゃ驚きました。あ、もう新型になってめちゃくちゃ乗りやすくなりましたよね。めちゃくちゃ乗りやすかったし、ゲレンデの右ハンドル、あ、こんなにっていう。ああ、なるほど、うん。まあ先代のこの悪の強さというか癖の強さと、まあ、好き嫌いは分かれるところであると思うんですけど、うんうんうん、もう確実に乗りやすくはなって。いや、もう本当にまあ見た目もそうだし、もう乗りたい車上位、個人的な。各店でも入庫率めちゃくちゃ高いですよね今。そうですね、もう特にリップなんかもう本当に大体3台ぐらい入ってるって言ってましたよ、毎週。まあ、毎週というか常にボディが、取り付けが。いや、ホイールのこの装着率も半端じゃないですよね。そうだね、結構何セットかやっぱり売れたし、こうフロントリップも結構注文もらってることが多いんで、その辺はかなり人気のあるパーツ、ね、乗りたい車上位、そして買えない車の上位でもある間違いないです。そうですね、はい、もうお客様に乗せていただいてるっていう感じで、本当ありがたい限りです。ありがたいですね、はい、そんな機会でもないと乗らないですからね、うん。まあ、一応今回これで、まあ、ブラバスで、はい、ちょっと統一された感じ、まあ、今ワイドスターもやってますけど、まあ、これがまあまあいわゆるソフトキットっていう、一周ソフトキットっていう感じの、まあ、ワイドボディにしないコンプリートって感じですよね。そういう感じですね、はいはい、なのでまあまあまあかなり、まあ、見本にしていただければ。ブラバスの、まあ、ハーフキットあるいはソフトキットってこんな感じですよみたいな、もう本当にお手本のようなカスタマイズです。そうですね。で、まあ、ちょっと普段はパーツの金額とか、まあ、メーカーによっては、うん、パーツの金額そもそもホームページに出てなかったりとか。そうですね、ブラバスはもう全部オープンで出てるんで。ですよね。今回もちょっと口頭ですけど、まあ、もしかしたらちょっと間違ってたりするかもしれないんで、訂正しておきます。そうですね、はい、入れといてもらえ。あとはお客様によってはちょっと奥様にバレちゃう可能性があるんで、出さないでくれっていうパターンもありますけど、はい、ちょっと今回は特別に価格も含めてご紹介させていただきました、うん、はい、はい、あと聞いてくださいよ富山さん、前回このスタイルで車両紹介したじゃないですか。でカメラマンに、いや、いなくて大変だったんだよ、いや、どうしたんですか、いや、自分で撮ってこういう風にしたって言ったら、じゃあもう俺いらないじゃないですか一人でやればいいじゃないですか。気づいたか。違いますよ、出させてください、俺もお願いしますよ、はい、別に出たがりじゃないですけど一応最初くらい出させてください。まあまあ、スッチーパフォーマンス今や、はい、ボンドグループでは名物なんでね。いやもっと勉強しろって言われましたいろんなとこからもっと勉強しろって言われました。どうしても、ね、フロント業務とは違うんでね、はい、まあ、そこはちょっと富山さんだったりに教えてもらって、いろいろちょっと最近のトレンドだったりだとか、まあ、やっぱりそのお客さんもよく調べて、お客さんの方がよく知ってるってことも非常に多いんで、それは逆にお客さんに勉強してさせていただきながら僕たちもやってます、ね、なるほど。というわけで今回はボンド大宮よりカスタマイズした G63 をご紹介させていただきました。
ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ボンド大宮でした。